エンゼルスの大谷翔平選手とマリナーズの菊池雄星選手、同じ岩手県花巻東高校出身の2人が今日メジャーリーグで初めての対戦です。今日のスタンドはやはり日本人のファンが目立っています。花巻東高校の先輩後輩対決がゲームを盛り上げます。どっち応援してるんでしょうか。いやちょっと複雑なんですけど、まあ、どっちも応援してます。はい、出身が所沢なので、あのぜひあの西武ライオンズの時はやっぱり応援していて。なるほど、どっちもしてますか。どっちもしてますか。どっちでもいい菊池が大谷の3学年先輩です。